ゼービア・ティルマンシニアは、アメリカ合衆国、ミシガン州、グランドラピンツ出身のプロバスケットボール選手。NBA のメンフィスグリーズリーズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。ミシガン州立、大学2年時の2018の19シーズンにビッグ、テンカンファレンスのシックスマン賞を受賞。3年時の2019から20シーズンは、先発に定着して、 平均13.7得点、10.3リバウンド、3.0アシストの成績を記録し、このシーズン終了後に2020年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2020年11月18日に行われたドラフトでは2巡目、全体35位でサクラメントキングスから指名を受け、その後、ロバート・ウッダード2世の交渉権とドラフト2巡目。 指名権とのトレードで交渉権が、メンフィスグリーズリーズへ移動。28日に、グリーズリーズと契約した。ダウスター、ログ、NBC スポーツカレッジバスケットボールオール、アメリカンチームズ。カレッジバスケットボール、NBC スポーツ、2021年4月24日、閲覧。ミシガンステート S シャビエル・ティルマン2リメイイン 2020NBA ドラフト。 カレッジバスケットボール NBC スポーツ2021年4月24日閲覧グリズリーズアクワイアドラフトライツ2シャビエル・ティルマニ SR フロム・キングスメンフィス・グリズリーズ2021年4月24日閲覧メンフィス・グリズリーズサインシャビエル・ティルマン SR メンフィス・グリズリーズ2021年4月24日閲覧ありがとうございます